YouTube、どうも、ま、さるです。今回はこちらの商品購入しましたのでご紹介したいと思います。これは何かと言いますと、シャープペンシルだったり、鉛筆だったり、長時間握って手が痛くならないようにするためのソフトグリップになります。カラーラインナップとしましては3色展開となっていて、ブラック、レッド、ブルーの3色ですが、 今回はその中のブラックを購入しています。では早速開封して実際にこちらの製品を取り付けてどんな感じなのか使った感想などもご紹介していきたいと思います。なお、この製品は Amazon で購入することができます。Amazon ではブラック、レッド、ブルー3色とも購入することができますので好きなカラーのものを買われるといいかと思います。 開封しますと本体はこんな感じ。何の変哲もない筒状となっています。素材につきましてはスポンジのような素材になっていて、いわゆるシリコンではありませんので、長時間使っている場合、場合によっては破れてしまう心配もあります。サイズ的にはこんな感じ。実際に穴のサイズがどのぐらいなのか計測してみたいと思います。こちらのノギスを使って、 穴の内側の径、内径を測ってやりますと大体 6.5mm ぐらいとなっていますただし素材は伸縮性がある素材ですので実際に取り付けられる鉛筆だったりシャープペンシルの径はもう少し太くても大丈夫かと思います今回はこちらマサルが愛用しています 0.3mm のシャープペンシルオレンズ 0.3mm モデルこちらに取り付けていきたいと思います このオレンズシリーズというのは、このグリップの部分がゴムでできたモデルもあるんですが、やはりゴム製のグリップのものでも、硬質のゴム、硬めのゴムになっていて、たとえゴム製といいでも長時間使っていると手が痛くなったりしましたので、今回はこちら、ベーシックなプラスチック製のものに今回のグリップを取り付けて、実際に使うとどうなるかというところを検証していきます。では早速取り付けます。あその前にこのオレンズ、 軸径がどれぐらいなのか測っておきますと、オレンズの軸径は8.7ミ、mm、リ、先ほど計測した6.5ミ、mm、リ内径のこちらに8.7ミ、mm、リのこの製品を取り付けることができるのか、早速検証していきたいと思います。では取り付けていきます。このようにゆっくりと あまり力を入れてしまいますと途中で傷んでもいけませんのでとにかく無理をしないようにゆっくりとはめていきますこのようにはめることができましたつけた感じはこんな感じ 多少力は入れましたが、問題なく入れることができましたので、内径自体は 6.5mm のグリップですが、2mm 程度、2、3mm 程度太いものであれば、問題なく取り付けることができます。実際に握りますとこんな感じ。握り心地も特に問題はありません。そして肝心な、この状態で書いてみるとどうなるのかということですが、早速検証してみます。 全く問題ありません。グリップが滑ってしまうこともなく問題なく書くことができます特にシャープペンシルの場合勉強に使うことも多く長時間文字を書き続けるということも多いのでこういったグリップをつけることによってなるべく手に負担がかかりにくいようにすることによって勉強の効率も上がるかと思います。 なお、取り付ける際はやはり多少力が要りましたので、付ける際に、例えば水など、ペンの方に水を少し付けておいて、なるべく滑るようにして取り付けるという風な工夫もあった方がいいかもしれません。先ほど、マサルは無理やり押し込んでしまったということもありますので、グリップが縮んでしまい、どのぐらいになったかと言いますと、こんな感じ。少しだけグリップが標準の状態よりも短くなっています。5ミリ程度ではありますが、 このように圧縮されてしまいましたので、やはり何か取り付ける際は、一度ペンの方を少し水滴などをつけて、滑りやすいようにして取り付けるといいのではないかと思います。ということで今回は、5レンズにも最適な、こちらのペン用のソフトグリップを購入しましたのでご紹介しました。なお、この製品自体はとても安い製品で Amazon でも販売されていますので、もし購入を検討している方は、 概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。